木源太さんと一緒に楽しく体操しましょう。お願いします。お願いします。深呼吸です。はい、吸って吐いて、吸って吐いて、はい、しっかり屈伸します。手も握りますよ。はい、両手を広げて、はい、パッパッパー。ハピープペポの発音綺麗ですね。はい、どうぞ。わっはっはー。さすがアナウンサーです。はい、しっかり歩きます。わっしょいしょい。はい、もじもじさ、声がとても通りますね。はい、これブラブラです。青木源太さんと一緒に、はい、人工のゴーゴー隊、元気よくゴー。はい、いや、もう朝からとても張り切ってくださっています。たくさん練習してきました。ああ、いいですね。はい、奥さんもきっと応援してくれてますよ。楽しみにしてくれてると思います。はい、頑張りすぎずに頑張って。はい、秋さんも時々休んでくださいね。はい、さあ、源ちゃんの猫ちゃんですよ。はい、どうぞ。ちょっとロボット猫ちゃんみたいでしたけどね。はい、まだまだいけるぞ。わっしょいしょい。めそめそ、これは肩甲骨の体操。はい、次は股関節の体操です。青木源太さんと一緒に、はい、とても腰の振りがいいですね。元気よくゴー。よかったです。ありがとうございます。おしゃべりの仕事は滑舌が大事ですが、日頃からやっている練習はありますか？はい、顔の表情筋を鍛えるために普段からしていることがあるんです。それがあおあおういういと動かすことなんですよね。はい、ちょっと皆さんもぜひ一緒にちょっとやってみましょう。あおあおういうい。あ、口の前の筋肉すごく使いました。はい、縦も横も斜めにも動くので、これ例えば通勤の時にマスクをしたまま信号待ちの時とかもできるので皆さんおすすめです。はい、でもう一つ考えてきたんですよ。取れたての番組名にちなんで取れ取れ立て立て、取れ立て見てねです。はい、じゃあもご一緒 に、せーの。取れ取れ立て立て、取れ立て見てね。